はい。それでは皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、アフロ先生と学ぶ最短合格、登録販売者合格講座のガイダンス3のうちの1ですね。3つあるガイダンスのうちの1の始めたいと思います。えっ、ー、と、私、講師のアフロ先生こと岩堀です。この時点で皆さん、えー、お前アフロじゃないじゃん。なんでアフロ先生なのっていうふうに、えっ、ー、と、突っ込む気持ちが生まれてると思いますけど、えっ、ー、と、この 講座のオファーを受ける直前に私超アフロだったのをまあ天然アフロだったんですけどバッサリ切り落としてまあ坊主に近くなりましてでようやくこのぐらい生えてきたというそういう状況なんですよでどうしようかなと思ったんですけどまあ今年の登録販売者の試験に間に合った方がいいのでで仕方がなくアフロじゃない状況で登場してきましたなのでこの講座を受けて続けていただくともしかしたら 半年後ぐらいにアフロになっている私が見られるかもしれません、まあ、それを置いておいて、えー、と始めたいと思いますよろしくお願いします、えー、とガイダンス1の内容なんですけどまず登録販売者とはそれから、えー、と登録販売者資格試験についてこの二つについて説明をしていきたいなというふうに思っています、えー、と登録販売者の試験というのは、まあ ドラッグストアとかでこう働かれていて、もう経験がある方も受ける人もいるかもしれませんけど、もう全く登録販売者って何っていうところから受ける方もいらっしゃいますので、まあ、その方向けに、えー、っと登録販売者とはについて説明をしていきたいなというふうに思います。でそれから、まあ、試験、これ結構大事ですのでね、この試験のことをまずは理解しておくのがすごく大事ですので、それについても説明をしていきたいなというふうに思っています。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。えー、登録販売者とは 皆さんこうテレビのニュースとかで登録販売者って何年か前から耳にしてきたかなというふうに思うんですけどえっ、ー、とまあ松ん清とかえっ、ー、とドラッグとかその辺のところに行くと登録販売者といいいうに札をつけた方がいらっしゃいますでその人たちって何をしてるのかということなんですけど、えー、と登録販売者になるとですね、えー、とかなりの医薬品を販売できるようになります。 ちょっとかなりの医薬品米って書いてありますけどこのどのぐらいかなりなのかはえ次のページで説明していきますのででもかなりの医薬品を販売できるんですでそれから実務経験要するにドラッグストアとかで登録販売者として働いた経験まあ登録販売者としてじゃないですねえっ、ー、とドラッグストアとかでお薬を扱う経験を何年か積めばドラッグストアの管理者になれるんですよでこれだけのことができる割にはで時給もね結構高いんですよえっ、ー、と2,000円近く になるところもあります。都内でもね。なので、で、これだけのことができる割には合格率は結構高いんですよ。で、それが就職にもう直接結びついちゃうような試験って。まあ、だいたい合格率って十パー二十パーぐらいなんですけど。まあ、まあ、4割ちょっと。まあ、五割近く受かります。で、あと。えっ、ー、と、人気が落ちない珍しい資格なんです。こういう資格試験って、こう、なんていうの。資格がスタートして。 最初のうちはこう急激にブワーンって伸びましてでだん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 こう減ってきます減ってきますでこう安定期に入っていくんですけどでもこの試験の場合はブワーンって出てで多少こう落ちますでもその後あんま変わらなくてで何で,で,で来年から増えていくまあ来年っていうか今年ですねえ今年から増えていくのかっていうことについてはまあ次にちょっと説明していきたいなと思うんですけどでもその前にえっと家内の医薬品ってどのぐらいなのかっていうことをまずお話ししたいなと思います。 で医薬品まあ難しい表現かもしれないですけどお薬ってどんなものがあるのかっていうと皆さんあままなじみがないかもしれませんけど大きく分けてこの病院のお薬ですね病院に行った後に処方箋っていうのをもらって調剤薬局で調剤してもらうお薬とあとはこちら処方箋がなくても買えるドラッグストアのお薬オーバー・ザ・カウンター・ドラッグっていいまして、えー、とその略で OTC というふうに言われているんですけどこのお薬があります。 での,の方を扱いますでこれを拡大しましてこういうふうにしますと,、えー、っと処方箋がなくても買えるドラッグストアのお薬 OTC って大きく分けてこの1類2類3類というふうに3つに分類されています。で登録販売者はどのようにこの薬にかかっていくのかというとこの第1類というのは基本的に薬剤師がいないと売れません。だからススーーパーやドラッグスターで えっと薬剤師がいないので販売できませんっていう形でこう囲われちゃったりとか網がかぶってたりとかそういうのって夜とか日曜日とかにあると思うんですけどそういう薬が第一類です。で大体ガラスケースとかになってカウンターの裏の方にあります。これは登録販売者は薬剤師が店舗にいて管理している状態だったら登録販売者が売ることができます。ででも薬剤師がいないいなと売れません次こののかかからららすねうは 登録販売者がいれば自分で売ることができます。薬剤師がいなくても大丈夫。登録販売者がいれば売れるお薬なんです。でなおかつ登録販売者が管理していれば登録販売者じない人も売ることができる。それが二類三類です。で、お薬の強い弱いっていうのは薬剤師としてはちょっとあまり言いたくないんですけど、この2類からあの一類の方に近づけば近づくほどどちらかというとこの病院でもらうお薬に成分が近くなっていきます。 3類とかはビタミン剤とか、まあ、サプリメントに近いような内容が3類になってくるとうそういう違いです。で多くの薬